空気封入型の緩衝材を使って磁石で連結できるふわふわの車を作ってみました。荷物と一緒にこんな緩衝材が届いたらぜひ作ってみてください。まず緩衝材を一つずつ切り離します。縦にしておいたら両端の角にセロテープを貼ります。両方のセロテープを持って軽く下に引っ張りながら貼り付けます。上下をひっくり返して先ほどと同じように角にセロテープを貼ります。今度は袋がパンパンになるようにできるだけ下に引っ張りながら貼り付けます。裏が粘着シートになっているマグネットシートを1センチ ×2 センチぐらいの大きさに切ったものを用意します。これを前と後ろになる部分に貼り付けます。半分より下に貼ります。丸シールを使ってタイヤを作り貼ってみました。四角いシールに窓枠を書いて貼り付けたり、赤や黄色のシールでライトを貼ったりして仕上げました。色や大きさ、形の違うシールを好きなところに貼ったり、そこに模様を描いたりして自分だけの車を作ってみてください。できた車で遊んでみましょう。前と後ろに磁石がついているので電車のようにつなぐことができます。長くしたり丸くしたり、いろいろ工夫して遊べますね。磁石のついた釣り竿でクレーン車のようにぶら下げて遊ぶこともできます。遊んだ後はカゴや大きな袋などにまとめて片付けておきましょう。ふわふわなので小さいお子さんが持っても安全です。足で蹴ったり風船のようについて遊んだりすることもできます。遊び終わって潰すときは磁石を外しておくと怪我の心配がありません。 BGM はポンヨヨさんのオリジナル曲、琴電琴平線ブルースカラオケバージョンでした。